前回の解説がちょっと不十分で不十分でしたちょっとあの勘違いもあってですね。あの、もう一度説明します。前回のものを消そうかなと思ったんですけど。まあ前回のものをあの。言語暗号の解読47の a としてこれを b とします。この新転心はここです。新転心 ここですねで仏天、地、仏天地ここですそれでどうしてこの前にこの図を描いたのかというと、うん、こちらが光中です、時間を行くこれが境宇ですから空間におるですねでその宇宙はここにあります場としてはここにあります場の概念としてはしかしこちら右半分が中を行くもの時間の中を行くもの 左半分が空間におるものですですからこれをここに書いてこれをここに書いて、えー、そのことを示してるわけですね。結構これが分かるまでにもう30年ぐらいかかってるんですよ。30年40年いや明確に分かりだしたのはもっと近くでもう50年近くあの考えてようやく脳が消化してくれたんですよね。 ししてくれるのを待つしかありません、えー、それで真意転生ですね真意意志転生数定着していくでしょこの真意転生がここですねそれで道場ですねで字変図でしょ手に持っていたブーメランが飛んじゃったからね事象は変じ,変じてますねしかしブーメランはブーメランで変わってないですよね。 あのブーメランおじさんはブーメランおじさんって変わってない見てる人も変わっていないだから仏定まるこういうのをあの全体として解くと言ったんですよね。全体してこれ,これはブーメラン投げることですから定まってますよね。そして運運す神運ぶ、えー、だからこれはこの全体がこの全体が。 ブーメランをブーメランおじさんがブーメランを投げることというその点、まあ、ですよこの点が全体を有しているわけですよ。ブブーーメメラランンおじさんがブーメラン投げているでこちらの「シン・数ですけどブーメランおじさんがですね1から2二から3に行く時にねこの本律っていうのは持続性のことなんですよ同一性の保持。 同一性の保持根本とか言うでしょ根本って変わらないでしょ同一性を保持してるでしょであの根本の本と思ったらよいです本質の本本当の本本,本物の本とかね、まあ、根本の本ですねそれはあのブーメランおじさんはずーっとブーメランおじさんなので変わってないんですよ途中で変わってこの人が別人になったら困るでしょ 同一性の保持なんですで進化するずっとこう活動してますよね。同一性の保持をしながら活動しているというのが普通の活動のあり方です。あの太陽が昇るのもそうです。同一性保持しながら毎朝昇りますね。で毎夕暮れていくが行くわけですよね。同一性の保持。えー、そして再運送というのはね増来化王っていうのはね,のはねこれくりり込みなんですよ。 増来っていうのはこっちがこっちに行くことをね、一が二に行くことを増来って言うんです。しかし、この一が二の中に繰り込まれてるでしょ。繰り込まれている。繰り込まれななかったら困りますよね。全部の動きってそんなものです。これは生物の成長もそうです。あの世代交代もそうです。増来するものは化して行くものを内部に持ってるんです。だから、おぎゃーと生まれて たらまあ増来したわけですよねしかしそれはあの産んでくれたそのご先祖がいますもんねだからその貸していくものをあの自分のうちに持ってるのをこうだからまあ繰り込みとしか言いようがないですね順次繰り込まれていくからここまで来るんですよねどこが途中で切れたら困ります。 そういうのをまあ一応「イという語を当てたんですよ「才」「運」「性」「愚」「同一性の保持」と同一性を保持しながらの,その活動にまあこういう語を当てたんですね「備わる」「運」「運ぶ」それでこちらにその新運数と「真」「運」「数」とでこれだけではその形が定まらないので「天」「う」というのがいるわけですね。 でそれで言語の中には牛の天泣くんばよ兄牛失るものあらんやとかね馬の天泣くんばよ兄馬なるものあらんやこれは要するに馬という範疇というかカテゴリープラトン的に言えばイデアなんですけどアリストテレスの言うあのエイドスですかね形相にあたりますよねそれはだから類と言ってもいいですよね牛という類が。 なければそのの物とししての類は存在しないんですよねそれをまあ牛の天馬の天というふうに言ってるんです,ですけどここはブーメランおじさんという点が定まってるんですよねそしてブーメランを投げるというこの,あの動作が定まっているまあ説明が難しいんですけどねあのその全体を進化すると言っているどっちかだけではダメなんですよ。 こちらがないとですね形定まらないんですよあの無定型になりますね日本の神話で言ったらあのヒルコとかね淡路島になったというようなああいうあの形が定まらないものあのイザナギイザナミのね最初の子は形が定まらなかったってあのこちらがなかったんですよ。 だからまあ流したと書いてますよね。そういう神話を読んでたと思いますよ。そして、えー、うん、物理学で、えー、そのそのことはあのー、お待ちくださいね。あのー。 これは今 ISS で見ている、もうリアルタイムで見ている地球です。この地球でも同じなんですよ。この、この全部が該当するわけです。地球でも砂粒一つでも、牛でも馬でもブーメランおじさんでも、この全部が当てはまるんです。それで、一時停止じゃなくて、今どこに行ったのかな見えてないですね。見えましたね。 こんな風に、あの地球でも同じですよね。動いてるでしょう。うこの宇宙ステーションも動いてるんですよ。で、科学的に言ったらですよ、あの宇宙ステーションを作るということもこの辺かな。 宇宙ステーションを作るということも宇宙ステーションというその設計ですよその天聖室というのはね設計してできるまで失敗して失敗してあの苦労して作り上げていくんですよねその営みって真意なんですよねエンジニアリングってそんなものですでその途中経過が全部道場なんですよだから自然物でも人工物でも あの人間が家を作るのもロケットを作るのも宇宙船作るのもあるいはまあコンピューターを作るのも基本やっぱりこの範疇のこののとですそれが全体がバランスが取れてない,ないといけないんですよ。そのバランスを取る理論として言語が非常に都合がいいんです。それでこれをこう見てみますとね、えー、動いてますよね。だから 空間間により時間を行くんですよねそして天道地視ですから地とどまるというのはそのホールディングエリア重,重力によってホールドされているごくわずかですよね宇宙空間から見たらねごくわずかだけどホールドされているしかしその外の空間はあの回転している天倒しているこれあの宇宙ステーションそのものが天倒してますよね。 これが西洋の自然科学のすごさですね威力ですねやっぱ大砲がでかかったというのと同じでね実際こうやって見るっていうのは強いんですよで天三寺地結ぶでしょう実際地結んでるでしょう天三寺ってますよねこれはあのまあこの辺こうやって見るとね雲ですよね これは中間にあるんですよねもっと上に行ったら何もなくなって成層圏まで行ってしまってさらにその上にはもう大気がない本当宇宙空間になってしまうんですよね下では地が結んでるで,水ですでそういう全体のまとまりをここに書いてるのでまあ人工物としてこ,こ,もあのこんなふうなものができたんで説明しやすくなったですね。 あのようやく西洋の文明とそれから東洋の文明がようやく融合し始めたんですよ。でここに来るまでまあ随分あのやっぱり産業と経済が随分その化石エネルギーを使ってねまあ余剰エネルギーですからね、まあ、自然が埋没させていたあのエネルギーを引っ張り出しましたのでねその分ちょっと。 あの余分なエネルギーが出ましたから、まあ、技術も発達したんだけどもいろんなことが大変になりましたよねしかしこれから全体としての調和が取れていくでしょうその時にこのバイエンのものの考え方一足一一というのは大変な威力を持ってくるしこれをコンピューターに実装できるとねあの最適化あの 最適化ができる自然界全体の最適化人口の最適化例えばあの自分自身の行動の全体に対する最適化とかねあのいろんなもの教育だとか政治にしても最適化を優先するそういうあの時代が来るだろうと思います。 実はヒューマンズライトという言葉がねあの持っていたのはそれだと思うんですよただ人権って訳したでしょ西山根が人権って訳したからね福沢諭吉は通義って訳したんですよで福沢は後世大,大なる過去を残すことを必要なりと否定なりとあの批判したんですけど西山根は まあ当時の農家の人たちの苦しみとかを見てねやっぱ人権という言葉にしたんですよね。それがまあずっと定着したもんですから人権が人権がと叫ぶ人たちが出てきてまあそういう人が突出したんですよね突出したということはそれ以前に虐げられてたということなんですよ。それがまあようやくあの最適化をしようじゃないかということで強制の論理というのが出てきたんですよね。そののの時にににこのバイエンの思想が非常に役に立つ しかも実装可能であるということであります。これで終わります。